っぱラッパーが好きで、ダンスもそれで感化されたことがあったし、ファッションも好きで、結構もう自分の言葉にして、でも翔太のエピソードとかも自分でこう思いながら、まあ、セリフとして伝えさせていただいてるんで、具現化できるっていうか形にできるのが多分ライブだと思うんで。